北立場の村は、群馬県の中央部に存在していた瀬田郡の人口、約1万の村である。赤城山南西陸に位置し、村の西を流れると根川を挟み、渋川市と相対する。村の最南部のと根川沿いを国道17号が走る。また、最北部には国道353号が通り、共に橋が架けられ、渋川市へと通じる。 1889年に当初、南瀬田郡北立花村として発足し、1896年に南瀬田郡は東群馬郡と共に瀬田郡と改められた。2006年2月20日に渋川市北群馬郡伊香保町、小野上村、小持村、瀬田郡赤木村と共に新設合併し、消滅した。尊名としての北立花は北立花と読むが、 しばしば、古キツの読みが使われた。この地名は、明治時代の末に、立花山を境として、岸村を南北をそれぞれ、北立花村、南岸村としたことに始まる。2006年2月20日に市町村合併により、渋川市となり、北立花村地域は、北立花町として残る。大日本特農家名館によれば、北立花村の特農家は、今井全米。 小林製造などである、村内を上越線と関越自動車道が通過する。ありがとうございます。